そっか、でも、それでさ、一緒にやってた水野こと、あいつじゃピッチャー一緒にやってたっていうけど、あれ、基本はでもバッターで、いや、お互い両方で交互に投げたりとかして。何で、サイン決めてたからね、2人で。何が暗黙のサイン。だから、シートバッティングやるじゃない、で僕が投げる時も、こうやったらまっすぐだよとか、なんかこう、暗黙のサイン作ってて、で、水野が投げる時も、暗黙のサインで、2人でこう やり合ったりしてた、そうやってやってた。あ、そうだ。そうだ、金、他人もめちゃめちゃ打たれてるよ。俺もさ、水野に、甲子園だから当然打たれたんだけど、プロに入って、なんて言ったら、あいつピッチャーだったわけじゃない。だけど、ピッチャーになると抑えられないの。でも、もともとはあの子ピッチャーなの。小学校のとこしてるの、水野。そう。家、実家が水野の近くだから、うん、少年野球の時から水野が投げてるの知ってるの。で、中学も部活で練習試合とかもしたこともあるし。あ、小学校が知ってる。水野もあれだよね、だからちょっとこう離れてて、そうそうそう、入ってきたんですね、池田にね。なんかそれは聞いたことあるんだよ、なんか。と水野が入る前に、先生がうちに泊まったんです、うん、いや水野のとこ行く、うん、あの話行くってだから近いから、うん、なぜか知らんけど佐先生がうちの家にいたと、で水野のうちに行くのにお前も来いって言って横に座ってそうだそうそうで先生とあの水野のお父さんお母さんと話してるとこに、うちの親が先生の手で連れてってこうやって待ってたそれもな、本当に鳩山なんかさ、印象に残った試合とかっていうのは高精度だったらどう？やっぱ早稲田じゃない？あの試合なの？うん、やっぱ早稲田戦じゃない？もう帰る気でいたから俺も、本当はもういいよ帰ろう帰ろうとかって言ってたぐらいだったからもう多分終わり。あのさ、よく食事会とかでも話してたけど、そうそう、お土産買ってたみんな。なんかそんな話してたじゃん。それでうちの試合、俺要はだから。総日と池田がやるまでってあんまり打ってなかったんですよね、うん、そんなにね、そんなに打ってない、だから接戦ばっかりしてるみたいな、ね、だからその前、俺たちとの試合の前が日大二高とやったじゃん時と、その前があれだな、宮古の城になってるじゃん、うん、で、1回戦は静岡高校じゃん、うん、あれもどっちかというとそんな、まあ、ずっと2桁はヒット打ってるんだけど、うん、点数的にはそんなに入ってない 5点ぐらいまでなって、うん、で宮古の城と日大の時に山口がね、ホームランを1本いって、あれが決勝ホームランってるから、うん、そうでもなかった。で、大輔とやる時に、もうみんな、うち、阿炎旅館、甲子園のすぐ近くじゃない、だからパイパイ店あるじゃない、みんな買い物に来てたよ。もう帰る気まんま。でもな、でも対戦する前に俺嫌だったんだよな、すごいなんかこう体とか見ちゃって、うわ、こいつらすげえやみたいな感じで思ってたから。で、みんな結構ね、それでもう、ああ、早稲田と当たるからもう終わりかなっていう感覚があって、でも3年生だけはね、急にミーティングやりだしたの。あ、ミーティングってあんまりなかったの、うん、しないしない。しないしない。ビデオで。そうそう、前日の夜、先生が集まれっつってで大好き投げてるビデオを、まあ、見てでセンターから映してるの、うん、で大好きのこんなこと言うとあれなんだけどグローブを上げた時にこうなってたら、うんまあ、ここが見えたらなんだろうって言ってて、うん、そんなのバッターボックスから見えないじゃんみたいな感覚でこっちはなでもああだこうだこれでいけるとか言って先生一人喜んでやってたそうみんなうんうんって聞いてたわけだけどでも、スタッフ監督にとったら、だからそういうのは分かったんだね、なんか、雰囲気というか。多分、早稲田戦が、うん、一番のキーポイントだと思ってた。そうなんだ。でもそういうふうに思っててもらえたなと。でも、準決勝、ミーティングしてないんだよ。そう。あれ、うちとの試合の後は、どこだっけ？豊田姫路。あ、そっか。姫路とやって、広島。広島。そうそう。で、早稲田の前の日は、ビデオ見た。ってやってたけど、で終わったじゃない終わったらもういいんだで、次豊田姫路じゃん、うん、で、うちどっちかっていうと過去の池田対豊田姫路とかもあるんだよ、甲子園で、全部負けてるぐらいなのね、うん、あの兵庫県勢にで、もう、にむしろあ、そううん、で、決勝戦の当日の
時に先生が私を日本一の監督にしてくださいっていうニーズで流れたやつがあるんだけど、あれだけ本当これ本当なんだよ。全然だからミーティングの記憶ない。まあ、蔦監督っていうとさ、あの言葉が俺印象に残ってるのは何喋ってるか分かんなかった。本当申し訳なくて、あの鉛があって鉛があってね、たまにね、入れ歯が飛ぶとかねよく言ってた。そうだ、それでさ、あのジャパンの時、あの畑山だっけ、横でこう何言ってるって教えてくれてたの。俺何言ってるの、何言ってるって、なんか喋ってるんだけど分かんなくて、もごもご言ってね。蔦監督でもよかったな、雰囲気あったな。でジャパンの時もさ、俺試合出させてもらった時にエースは打たなきゃダメだったってなんか言われて意味が分かんなかったんだけど、やっぱり投げるピッチャーエース格になるのは中心を打たなきゃダメだって。だけど当時の池田の面々の打線の中で俺ちょうど投げて5番に入れられてもらった、うん、いやこの打線で5番はきついよみたいな感じで俺なんかお前投げてなくていいって言われたんだよ。お前よりもっといいピッチャーいっぱいいるから、お前なんかもういいって言って、1試合目だけ投げたやつだった、韓国戦で。あと、1個なんじゃない、ピッチング練習しないよ、もう投げるなって言われて。それは良かった。いいメンバーがね、集まってたからね、大輔もいて、新谷いて、野中もいて、そうだね。で、いいピッチャーいっぱいいるから、お前なんかダメだって言われて。あの時だ、そう、5番打たせてもらってさ、ピッチャーは投げて、しっかり打って、ランナー返せとか。使用されてさ、で打ち方もこう構えてさ、結構大きくこうやって構えるみたいな感じで指導するので、ね、あんまりないんだけどね。あ、そう。うちのチームに教えねえのにさ、よそのチームの選手教えてどうするんだよ。俺はでもなんかでも感動してるんですよ。蔦監督にこういう指導されたと思って、だからすごい覚えてたけど、そういうのが。で結局だから取材であの徳島行かせてもらった時も、池田の町行かせてもらった時も、蔦監督のお墓参りもさせてもらったし。あの実家の方に行かせてもらって、いや、雰囲気もすごい良かったよね。あの昔ながらの、昔ね、あのお家だね。そうだよね。うん、なんかすごくこういい印象に残ってるな。池田の町もすごく印象に残ってるし、池田高校の雰囲気もあるし。今年100周年。そう。100周年授業で、あの行ったの。行ったの。うん、行ってた。今年じゃない、去年か、去年だっけ、役所去年の11月か、なんか、かな、似合ったの。うん、でも結構あれじゃない、待ち上げてたよな。うん、やったじゃない。その時イレブンの人とか、あと水野も来て、あ、水野、そうだ、11月だ、ドラフト終わった後だから、水野がちょうどあのジャイアンツのドラ1の子、浅野君とあれに合わせて、浅野君とこ行くのに合わせて来たから、11月の終わりだから100周年授業があって、なんかね、壮絶でやってもらいたいんだよね、また練習試合で見たらさ、なんか俺壮絶の方をあの池田の町に連れて行って、あの山を走らせてなんかいろいろさせたいんだよね、遠征に。うん、でなんか池田ともう一回ちょっとやって、ちょっとギャフンと言わせてもらいたいんだよさ。今うちがギャフンと言わされる。すごい、あの、あまり強くないの。もう申し訳ない頑張ってんだけどね、今監督も頑張ってんだけど。どんな感じだろう、あの県のところと今、うん、なんだよ、って言った時は1回戦まで出てたよ。ああそう、うん、でもベスト8ぐらいまでいけるのかな、力的に。でもあれでしょ、子供たちも、まあ、今の時代だから、まあ、少なくなってるというか、うん、学校自体の生徒数が、うん、僕らが通ってる時って1000いくつぐらいいるじゃないですか、1300ぐらい、今500いくつ、3学年で。え、野球部はどうなの、人数は。人数は、まあ、そこそ30ぐらいいるんじゃない、うん、それでちゃんと寮もこう提供してもらうように、うん、あのバックアップ的なこともしてくれるような環境にはなってるんだけど、で感染、うん、やっぱりどうなんだろうね、うん、頑張ってるんだと思うんだよ。あの昔式の練習が合うかどうか別として、今はもうやってないのに、こう俺らが知ってる池田の名物の違うんじゃない、全然違うと思うよ。やっぱり今いろんな勉強して理論もできてて、体作りとかもやっぱり全然違うと思う。違うんだ、うん、あ、じゃあもうあんなパツンパツンの池田高校はしばらく見られない。でもね、どっちかっていうとね、何年か前に選手見たことあるんだけど、
あの小粒になってたのかな、まあ、どっちかでちょっとちっちゃく小粒な選手が多かったの、うん、で何年か前にあ今年期待できるよって言ってピッチャーがある程度そこそこいいからって言ったらコテッとやられちゃったな、うん、準決勝ぐらいで。でもまた強いところもあるもんね、特徴って、まあ、学校数が少ないって言ってもやっぱりこういう名門じゃないと、うん、今はもうナルトの一強だね。そう、徳島はナルト高校一強になってる、ほぼほぼ一強。あ、徳島とかああいうとこも徳島も一時落ちてる、落ちてる、今ちょっと復活してきてくれから、うん、だからもう今ナルト一強だな。あ、そう、うん、四国でも一番徳島が一番ひょっとしたら、うん、ちょっと厳しいかもしれない。だから選抜とか4期あっても3チームぐらいしか出れない時に、うん、徳島って出てない時は結構あるから、超大会で負けるから。そうか、あ、今それもうそこで頑張っていけない、ね、そうだね、今頑張らないといけない、あの地元はね、徳島はそうだ。